日本埼玉県埼玉市見沼区小深作省深作は埼玉県埼玉市見沼区の大技。郵便番号は337-0005。本校では同地域にかつて存在した北足立郡小深作村についても記す。埼玉市見沼区北東部の大宮大地上に位置する。東で宮ヶ谷とを深作に、西で堀崎町、島町、 春丘に南で風渡りの東門前に北で深作に隣接する。町域は主に住宅地だが工作地も混在する。東部を見沼大洋水島園が中央部を埼玉県道322号東門前、ハ田線が縦貫する。見沼大洋水島園に沿って緑のヘルシーロードが整備されている。また南部を東部の田線が横断する。 また、埼玉県道2号埼玉かすか線が、見沼大洋水と交差する、半縄橋でわずかにかすめる。七里駅が、資金に所在するため、春、岡地区に属しながら七里地区と一体で把握される、場合もある。縄文時代後期の小深作遺跡と称する、縄文遺跡がある。国土交通小地下工事深作と同様に、綾瀬川の狭間の場所であることから。また、 大地が突き出した場所であることから、元は江戸期より存在した武蔵国足達軍南部領に属する古深作村であった。村高は昇法年間の武蔵国伝園坊では329国余り、元禄豪町では348国余り、天保豪町では350国余りであった。佐合は日光成街道岩月塾に出役していたが、漢方法暦年間は、 中仙道大宮宿にも出役していた。火星期の世帯数は39件で、村の規模は東西7町、南北3町余りであった。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。